名古屋市交通局1550系電車は、かつて名古屋市交通局が保有していた路面電車車両である。1800型と同時期に登場したが、機器などのグレードを落とした廉価版の車両であった。1550型は1953年12月に最初の5両が投入され、翌百五十四年十二月までに合計十二両が日立製作所、 日本車両製造、輸送機工業の3社によって製造された。1400系以来の流れを組む片側3扉、12メートル級の中型車で、側面窓配置は 1D4D4D1、2段上昇窓で、両端扉は2枚引き戸、中央扉は1枚引き戸となっていた。外観は、同時期に登場した1800型とほぼ同一である。ただし、木製の扉や窓枠、 白熱電球の車内照明、直接制御方式を採用するなど、ダウングレード版の車両である。足回りは 50PS のモーターを2機装備、KS40J、またはブリル 76E に類似の台車を履いていた。1800型と比較され、インチキム音電車のあだ名があった。性能的には1500型とほぼ同一の旧型車で、あり、12両の少所体形式だったが、 現実で扱いやすいため、路線縮小過程での廃車は見送られ、大部分が路線全廃時まで残存した。心臓直後には、全車が上心車庫に配置され、上江川線や栄町線など、同車庫担当系統で運用された。その後は、稲葉地車庫や沢上車庫に分散配置され、市内中心部を走る系統で運用されることが多かった。最末期には、 前者が安田車庫に配置され、沢上車庫廃止時2561.1562の2両が廃車されたが、残る10両は路線全廃時まで活躍した。路線全廃日のサヨナラ電車3両のうちの1両は、同形式から1555が選ばれ、装飾を施されて最後の力走を行った。 沢上車庫廃止時に廃車となった1561.1562の2両が、1974年3月に、岡山電気軌道に譲渡され、同社の3800型となったが、すでに廃車されている。1551から1560までの台車が1974年、伊予鉄道に譲渡され、電動機交換の上、もは50型の台車振り替えに使用された。 岐阜県内に現存する1559なお1559の車体は岐阜県内の山中に野ざらしの状態で現存。ただし、使用期間は短く、後に表示部分をマスキングして他社と同じサイズの方向膜を使用するようになった。岡山電気軌道を下記3800型電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。